美食殿のペコリーヌ、キャル、コッコロ、アルターメイデンのリリー、クリア、プレシア、それに、はい、はじめまして。こんなにたくさんのお客様をお迎えできたこと、とても嬉しく思います。改めまして、私はライラエル、このジオテオゴニアのプリンセスです。リンド、ブルム、あなたたちも皆様にご挨拶を。はじめまして、異邦の皆さん。ライラエル様の従者のリンドと申します。ブルムです。リンドの妹です。ドラゴン族のメイドさん姉妹、とっても可愛いですね。服や飾りもお揃いで、とってもお似合いです。可愛いとかなんだとか、こうした儀礼の場ではあまりふさわしくないのでは。ましてや初対面なんですし。チャラすぎ、姉貴。あ、姉貴って言わないの、ブルムってば。はい、姉さん。もう、それよりクローチェさん、どうしてこの人たちを連れてきたんですか。はい、さっきパトロール中にお会いして、私たちお友達になったんですよ。さっき。そうです。なので姫様にも紹介したいなーって。それだけですか。相変わらずすっとんきょうのやつだな。ボルガーノさんも笑ってないで止めてください。あなたモンバーさんじゃないですか。お、こっちまで飛びしやがった。もう皆さん、もっと警戒心を持ってください。ただでさえここのところ。リンド、お客様の前ですよ。でもライラエル様。クローチェやボルガーノが信用に足る方々と思ったのなら、私にとっても大事な方々です。わかりますね。すみません、皆さんもごめんなさい。大変失礼いたしました。いえいえ、私たち全然気にしてませんから。っていうか、それくらい警戒するのが普通よ。うちの連中もお気楽でお人よしなのばっかりだから、わかるわ、その苦労。お心遣いありがとうございます、皆様。それにクローチェがお世話になったそうですね。クローチェ強かった。そうですね。それに腕が飛び出しちゃうなんてびっくりしました。あの時はごめんなさい。それに助けてもらったのはお互い様ですから。そうです、姫様。特にナイトさんはとってもすごいんですよ。私のエネルギーの充填もできちゃったんです。まあ、そうなのですか。ナイト？ではあなたは騎士として誰かに仕えるものなのですか。私のクローチェのように。まあ、私とお揃いなんですね、ナイトさん。嬉しいです。では異邦の騎士よ、それにそのお仲間の方々、あなた方はジオテオゴニアの外の私たちの知らない世界から来たと、そう考えてよろしいのでしょうか。知らない世界。そうだったんですか。はい、私たちはアストライア大陸という土地のランドソルという国から参りました。ランドソル。うん、ペコが
ランドソルのお姫様。まあ本当に？はい、本当なんです。これでも私お姫様なんですよ。へえ、うちの姫さんとは随分違うな。なんつうか。ウォルさん、ダメですよ。ならば私たちもお揃いですね、ペコリーヌ姫。はい、お知り合いになれてとっても嬉しいです。ところでライラエルさんはどうして私たちが別の世界から来たってご存知だったんでしょう。そうですね、まず前提からの説明になりますが、このジオテオゴニアには原生の魔物はほぼ存在していません。ふーん、のほほんとしたところだと思ったけど、魔物がいないとか生態系どうなってんのかしらね。あ、全くいないってわけじゃないんですよ。時々よそから流れてきちゃうことがあって。よそ？はい、そういうお隣から来た魔物さんはこれまでは私やボルガーノさんたちでやっつけちゃってたんですけど、ここ最近あちこちで過去にないくらい魔物が見つかっていて。ったく、勘弁してほしいよな。あいつら城にも問答無用で入ってこようとしやがるしよ。リンドたちが住民からの報告をまとめてくれていますが、新たに現れた大量の魔物たちはこれまで流れ込んできていた魔物とはどうやら違う系統のようで、もし仮に私たちの知らない新たな世界とこのジオテオゴニアが何らかの原因でつながったのだとしたら、そのつながりをたどって訪れるのは魔物だけとは限らないと思ったのです。なるほど、素晴らしいご計画です。住民の皆さんの報告ですぐに消えるおかしな穴から魔物たちが来ることは分かってましたけど、そこから皆さんのような方々まで来ていたなんて、これはますます早急な調査が必要です。私たちの世界で消えてしまった魔物たちの動向を調査するのが目的の一つでございました。でも途中で魔物に襲われたり追われたりしてドタバタしているうちにおかしな穴に落っこちちゃって、そうしたらこっちに放り出されてしまったんですよね。なるほど、皆さん大変だったんですね。目的の一つね。ペコリーヌ様、決めました。あのライラエルさん。はい、何でしょう。クローチェちゃんやボルガーノさんたちがしてるみたいに、私たちにも魔物の退治を手伝わせてもらえませんか。え？私たちの世界から来ちゃった魔物のせいで平和だった皆さんの世界が荒らされてるなんて、そんなの見過ごせませんね。迅速果断かつ義気臨前、さすが兄様です。リリ様、よろしいのでしょうか。皆様としては遠回りになるのでは。いいえ、コッコロ様、そのようなことはありません。まずはこちらの世界のことを知るのが肝要ですし、そのためにはライラエル様や皆様の信頼を得るべきかと。リリちゃんがその気なら私は大丈夫ですよね、プレシアちゃん。うん、魔物ちぎって投げるよ。ちょっとあんたたち何勝手にって言いたいところだけど、
そうね、私も賛成。ライラエルたちの側からすりゃ、私らの世界から侵略されてるみたいなもんだもんね。そうじゃないって証明するにはそれくらいしなきゃ。うわー、とってもとっても助かります。正直どうしようって困ってたんですよ。ちょっとクローチェさん、そんな勝手に受けちゃ。どうする姫さんよ、疑っちまったらキリがねえけど。そうですね、クローチェ、城の外での皆様の案内を頼みます。まだ右も左もわからないでしょうから。はい姫様。それじゃあ。はい、騎士ペコリーヌ姫、それに皆様、これからぜひともよろしくお願いいたします。頼りにさせていただきます。それからリンド、ブルム、皆様の世話をして差し上げなさい。客間は空いてますけど。でも。かしこまりました。滞在の手配まで。お心遣いありがとうございます当然のことですよ。きっとこれから長いお付き合いになるでしょうし。でもちょっとだけ不安ですね。魔物はアストライア大陸中から集まってきているのに、私たちだけじゃ。そうね、魔物が一斉にこっちに来ちゃった理由とか、世界がつながっちゃった原因とか、いろいろ調査しなくちゃだし。さすがに手が足りなそうだわ。みんな、その実は主様は大変にお知り合いが多く、ただしほとんどが女性の方なのですが。なるほど、ナイトさんのお友達をご招待するんですね。お会いできるの楽しみです。クローチェさん、遊びじゃないんですよ。ま、それが妥当そうね。私とプレシアでランドソルトの往復はなんとかなるはずだし。なんとかするよ。よーし、それじゃあみんなで新しい世界での冒険の始まっ。まあすごい音ですね今のって。ペコ嬢ちゃんの腹の虫かよ。でっけえ魔物の叫び声かと思ったぜすみません、お腹空いちゃってでは魔物退治の依頼をさせていただく前に、異邦の皆様の歓迎会にいたしましょう。わーい。
ローチェです。なんとライラール様の王家の装備を狙う悪い人たちが来ちゃったみたいです。絶対絶対渡しませんよ。次回プリンセスコネクトリダイブ第3部2章爆心バンディシスターズ、もう一度君とつながる物語、必殺ロケットパンチ。はい、お疲れ様。もう何そのがっかりした顔。うん、いいわ、もっとして。あんたのその目つき、穴にはまった子犬みたいでたまらないわ。相変わらずね。覚えててくれたみたいで嬉しいわ。まあ多少の軽口はご愛嬌ってことにしてほしいわね。だってあんたの周りってあんなに女の子だらけなんだもんね。ていうかなんかまた増えたし、あんたの印象に残るためにはちょっとくらいとんがってなくっちゃね。私としても本当は気が乗らないんだけど。うん、やめて。んなわけないじゃん。自意識過剰っていうのよ、そういうの。ま、挨拶はこの辺にしとくとして、始まっちゃったわね、あんたの新しい冒険。おなじみだったアストルムを離れてジオテオゴニアだっけ。ずいぶんお気楽でおちゃらけた世界って感じだけど、ドリマ、せいぜい油断しないことね。まだまだ先があるっぽいし、もうすぐ新しい敵も乗り込んでくるし。それになんか早速意気投合してたみたいだけど、あの天使のお姫様や機械の子だって、今のあんたには分かってないことだらけなんだからね。それとも、何度もアストルムを救った英雄様なら、どんなピンチが来ても余裕ってこと。頼もしいわね。あら、そう。ならよかったわ。だって私としても無双するあんたより、ピンチで転げ回ってるあんたを見てる方が楽しいし。いいじゃない、見物料ならちゃんと払ってあげるから。そう、感謝してよね。本当ならやらずぶったくりしてあげることだってできるんだから。あんたのその嫌そうな顔ともがくざまに、私が払う対価は、そうね、情報みたいな。一応言っとくけど、私のスリーサイズとかじゃないからね。知りたかったら口説き落としてみせなさいな。あんたには無理だろうけど。おーねえ。その話ね、今あんたたちは3つのペナルティを受けてるの。そう、制約とか代償って言ってもいいかもね。本当なら絶対に不可能だった願いを叶えるための代償。上がれないはずのステージに上がったことによる制約、条理をねじ曲げたペナルティ、そうまでして誰かを助けたいだなんて。
人間ってすごいわね。はあ、残念。今日はここまでね。もう少しあんたのおまぬけな顔楽しみたかったけど、まあいっか。次の機会ってことで、これから見せるのは私の見物料、あんたの物語の、なんて、それは前にも言ったっけ。ついでにおさらいするなら、私はあんたの味方ってわけじゃないし、あんたをからかって可愛がってあげたいだけ。じゃあ、いってらー。また会いましょう、ヒーロー。あぐあぐ、もぐもぐもぐ。ごちそうさまでした。すみません、もう本当に本当に腹ペコだったもので。船で密航して、車をヒッチハイクして、監視カメラがありそうな道を避けながら歩いて歩いて、ようやくあなたのお家にたどり着いた時はもう本当にヨロヨロのフラフラでバタンキューって感じで、久々に爆睡しちゃいました。あ、シャワーをお借りしましたから、お布団は汚してないですよ。服も着替えましたし。まだニュース見てないですか？その、私の母国、現実のアストライア王国に革命が起きちゃったこと。はい、私の国、もっと言うならアストライア王家はレジェンド・オブ・アストルムのメインスポンサーでしたから、例の懲役が起きた後、国の外からも中からもやり玉にあげられてつつき回されてたみたいで、まともに政治ができないくらいの不安定な状況だったそうです。私たち王族も命までは取られなかったんですけど、国民の大半からはそっぽを向かれるか恨まれるかしちゃって、居場所がなくなっちゃったんですよね。ちょっとだけ残った同情的な人たちが、王族は処刑されたって偽情報を流してくれて、そのおかげでボートに追いかけ回されることはなくなったんですけど、でもみんなチリチリになっちゃって、ここに来たらあなたに迷惑だって本当は分かってたんです。でも私には他に安心して休めそうな場所って思いつかなくて、それにどうしてもまたあなたに会いたかったんです。はい、やりたいこともやらなくちゃいけないこともいっぱいですけど、とりあえずケルちゃんたちを探しに行きましょう。失礼します。オフィサー八戸神、エージェントフェイスレス、帰還しました。ああ、待っていた。報告を。ブロンズエイジ計画、旧アストライア王国の転覆は進行度 90% を達成しました。新政府の支持率も国民の大半を占めています。ですが例のモジュールは発見できませんでした。格納庫の痕跡から局長の読み通り、十中八九長老に先回りされたかと考えられます。現在サージェント・グルーヌイ並びにロランドが追跡を続行していますが、いいな、奴らはすでに引き上げさせているとおっしゃいますと。相手は何しようセブンクラウンズの長だ。たとえあの二人でもやすやすと捕獲には至るまい。
まずは外堀を埋める必要がある。承知いたしました。では私は。お前の任務は継続だ。モジュールは重要だが隠し押せるものでもないだろう。クジラの息継ぎのようにいずれは露見する。それよりもせっかくの革命だ、我らの共闘歩とするためにもお前は旧アストライア王国の支配を完璧なものとするように、たとえ王女様が帰還しても人々から石を投げられ追われるように。はい局長。レジェンド・オブ・アストルム、願いを叶えるゲームか。まったくくだらん。願いなど己の手で叶えてこそだろうに。だがこの混乱は存分に利用させてもらおう。我らが正義のためにもな。